思いがけず介入することになった騒動が、後に名高い赤穂浪士の吉良邸討ち入りであったことを佐那子は知らない。ともあれ、その後勝海舟邸を訪問した佐那子、目指す坂本龍馬が京都に旅立ったことを知らされる。龍馬を追いかけようと急ぎ旅支度を整え出立することにした。ところが女の一人旅とあってはそこにつけ込むよからぬ手合いが多い。出発早々、佐那子はたちの悪い浪人どもに絡まれる。無論そのような冷やかしに動じるような彼女ではなく、辛辣な拒絶で退けたが、それが浪人たちの怒りを買う羽目になってしまう。ちょっと待て、この女、生意気な口を聞きやがって、腹で済むと思うな。無礼者、you
きますね。なかなか見事なお手前のようですな、お嬢さん。その麗しさに心惹かれてしまったようだ。私は自分より弱い殿方には興味がありません。失礼します。それは幸い。何ですって？ならば私があなたに勝てば問題はなくなるというもの。よろしい、早速試してみようではないか。